アーベンベルクは、ドイツ・バイエルン州、ミッテル・フランケンのロート軍に属する所属死で、ニュルンベルクの南西、約2 0トルに位置する。アーベンベルクは、北西をフランケン高原、北をニュルンベルク、南と東をフレンキシェアルプに囲まれた、フランケン湖水地方の北端に位置する。市内を流れる小川は、レドニッツ川、レグニッツ川を経てマイン川に注ぐ。市は、 以下の地区からなる、アーベンベルク、アウラウ、ベイヤバッハ、デュルレンムンゲナウ、エーバースバッハ、オーバーシュタインバッハをプグミュンと、バッサームンゲナウ本市は、公式には14の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。アーベンベルクは、1071年に、アバインバーチとして、初めて文献で研究されている。 アーベンベルク博領は、リュードルフィング家により、1002年から1024年に、設けられ、村は、1040年にボルフラムフォン・アーベンベルクによって、創設された。その後、150年の間に、バンベルク司教本部アーベンベルク大官、ビュルツブルグ司教、キッチン元修道院長、及びその他の行位公官が、アーベンベルクの統治に携わった。13世紀の初め、 アーベンベルク家の男結家系が断絶し、アーベンベルクは婚姻関係により1236年頃、ニュルンベルク城白、すなわち、ホーエン・ツォレルン家の所領となった。1260年にアーベンベルク城壁が築かれた。アイヒシュテット司教ラインボートは、1296年に城と村を獲得し、アーベンベルクを再興した。1299年、 アーベンベルクは都市に昇格し、1356年にはアイヒシュタットの保護領となった。この都市にはアイヒシュタット市教本部の保護領統治のための役所が置かれた。これは1803年の世俗下でバイエルンに有利に働き、数年間アンスバッハ公領に編入されたものの、1806年には最終的にバイエルン王国領となったのである。 アーベンベルク城はその最後の領主によってフランクフル都市に移動するよう指示されたがこの遺品が受け取られることはなかった。1982年から1984年に城はアーベンベルク氏が獲得し徹底的な改修を施された。2007年現在この城の中には中世博物館、ボビンレース博物館、レストランを持つホテルがある。また展示会や 公的、私的な催し物会場として用いられている。アーベンベルクから東に1 0トルの群長所在地、ロートには、ニュルンベルク、アウクスブルク及び、インゴルシュタット方面への列車が発着する駅がある。アウトバーンは、A6 号、ニュルンベルク、ハイルブロン線のシュバーバッハ、西インターチェンジを利用する。市の近郊には、シュバーバッハからネルトリンゲンを経由して、 ハイデンハイムアンデア・ブレンツへのビル、連邦道 B466 号線が走っている。アーベンベルク上場期の文献は、いずれもドイツ語版の文献として挙げられていたものであり、日本語版作成時に直接参照しておりません。ありがとうございます。